はい、どうも岡田です。本日はですね、ロジクールのマウスを購入しましたのでご紹介したいと思います。今回はですね、こちらの商品なんですけども、ゲーミングマウスとかではないです。普段ですね、僕が仕事で使うように購入したんですけども、Bluetooth 接続もできて、あとレシーバー接続もできるっていう形になってまして、でしかも2台のパソコンでですね、切り替えて使うことができるっていう形です。あとはこの2台記憶できるので、パソコンでも使いながら iPad でも使うっていう、交互に使うっていうことができると、このマウス1個でですね、デスクの上で両方交互に操作したりできるっていうのがすごくいいなと思ったので、購入しました。で、一応ここに書いてるんですけども、1つのマウスで2台のパソコンをシームレスにコントロールし、パソコン間でコンテンツをコピー貼り付けもできるっていうのを書いてあるんですよ。あとはですね、ここにも書いてあるんですけども、静音で高性能テニフィットっていうので、静かな音で操作できるっていうのはですね、夜中とか操作するのにはすごくいいなと思います。で、この製品価格は3266円で購入したものになるんですけども、実際ね、今からですね、触ってみてどんな感じなのかっていうのを試していきたいと思います。では早速ですね、やっていきます。はい、というわけでさっと開封していきます。後ろの方から開けれるみたいなんで開けていきます。一応ですね、このパッケージのところにですね、保証書がついてます。この注意書きの紙が入ってるのと、あと中に入ってた紙ですね、この中にですね、簡単な設定方法とか書いてます。はい、こちらが本体になります。質感こんな感じで、上のところはですね、つるっとした感じになってまして、でこの後ろとかこの横ですね、ここはちょっとマットな感じで滑りにくそうな素材ですね。ザラッとまではしてないですけど、持ち心地良さそうな感じです。でデザインもですね、カラー3色出てまして、この赤のモデルとグレーのカラーとブラックが出てます。意外とですね、グレー色も結構かっこいい感じだったので、ちょっとそっちとも迷ったんですけど、明るめのカラーの方がいいかなと思ってこちらを購入しました。これがですね、電流流れないようになっている電池のところのなんで、これは一旦抜きます。これ抜くとですね、電源が入ると思います。ここのところでオンオフもできますし、でこのカバー外すと、電池が単三電池ですねが入ってるのと、ここにレシーバーも入ってるので、Bluetooth なくてもですね、ノートパソコンとかデスクトップパソコンにこのレシーバーをですね、普通に挿せばですね、使うことができると思います。で持った感じちょっと試してみたいと思います。いやいや、ちょっとコンパクトな感じですかね。大きすぎず、ちょうど仕事するのとかには良さげな感じでもありそうです。僕的にはこのぐらいのサイズ結構好きですね。一応ですね、比較他にしてみたいと思います。で僕が持っている、ゲーミングマウスで G203 っていう、エントリーモデルの、ロジクールのゲーミングマウスあるんですけど、それが今手元にあるので、それとちょっと比べてみます。こんな感じでですね、こっちが G203 ですね。結構コンパクトなサイズのマウスになります。でこれはコンパクトなんで、ノートパソコンとかでも持ち運びするのには、逆にコンパクトでいいのかなと思います。でこちらのマウス重さ見てみます。 99g、大体 100g ぐらいですね。こちらが 83g ということで、マウスの重量自体はこっちの方がちょっと軽いですね。っていうのもこっちに電池がですね、こんな感じで入ってますので、この電池の重さもここに入ってるっていう感じです。軽くマウスのボタンとかホイール試していきたいと思います。今これクリック押してるんですけども、静音タイプというので書いてあるだけあって、結構静かですね。ちょっとこの音だけ鳴らしてみますね。一応比較で G203 の音も鳴らしてみます。これが今 G203 です。でこっちの今回購入したマウス、クリック音が全然違いますね。めちゃくちゃ静かですね。これだったらですね、夜中に仕事するっていうのでもいいですし、外とかで仕事するのにもあんまりカチカチうるさくないんで、すごくいいかなと思います。でその他のボタンもそんなに音鳴らないんで、静音タイプっていうだけあってすごくいいと思います。であとホイールもちょっと試していきます。ホイールはですね、すごく軽い感じがします。このゲーミングマウスでいうと、このコロコロするときに止まる感じがあるんですけど、こっちのマウスはですね、ちょっとポツポツはなりますけど、転がりはすごく軽いですね。ウェブページとかスクロールするのには軽くてやりやすいです。で、マウスのボタン見ていきたいと思います。一応ですね、 Amazon の購入ページには7ボタンと書いてます。サイドの1、2と左と右のクリックで3、4、
ホイールのところで押すのが5で、でホイールの左右ですかね、これが6、7っていう形ですかね。ロジクールのソフトウェアでですね、ロジクールオプションズっていうので設定を好みに応じた5つのボタンの設定ができますと書いてあるので、どこがまあ設定できるのかちょっとまだ見てないんでわかんないんですけど、割り当てとかができるっていうことです。ではですね、まだちょっと開けたばっかりなので、これからですね、いろんな操作とか設定とかいろいろ試していきたいなと思いますんで、それを今からやっていきます。というわけで、まずパソコンとですね、接続する方法を見ていきたいと思います。で、このマウスはですね、Bluetooth でも接続できるので、このレシーバーがなくても接続ができます。というわけで、パソコンと Bluetooth 接続する方法を見たいと思います。まずここのですね、Windows の Bluetooth とその他デバイスのところのこのプラスボタンを押して、ここの Bluetooth のマウス、キーボードなどのデバイスっていうのを押して、で、ここを押してる時にこのですね、ボタンですね、1か2どっちかになってると思うんで、そこで3秒間長押しするっていう形です。そうすると、この今表示しているデバイス追加のところに出てきて、それを選択すれば Bluetooth 接続はできます。というわけで、次に iPad の方ですね、このですね、ところを2番にまずします。これ2番が今点滅している状態です。これで iPad の方に接続していきたいと思います。 iPad の方はですね、この画面の Bluetooth 設定の画面で設定していきます。で、Bluetooth をまずにオンにしておいて、ここのマウスの2番のところですね、ここを3秒間長押しします。そうするとここの2番のところが点滅します。で、点滅すると、今ここ見てもらったら分かるようにデバイスがもう出てます、ここの下のところに。で、この出てるやつをボタンをポチッと押すと、はい、こんな感じでペアリングしますかみたいなのが出てるので、このペアリングっていうボタンを押します。という感じで、これこのマウスのですね、2番に iPad が接続されているのと、でこのボタンをですね押すと、こっちの画面ですね、パソコンの方のモニターに接続されているっていう感じです。で、これですね、今パソコンとレシーバーでつなぎましたけど、例えば iPad 2つとかで、Bluetooth と Bluetooth の接続でもできますし、今みたいにレシーバーと Bluetooth っていう形の接続もできます。ともかくですね、このマウスには2つのデバイスを接続しておいて、このボタン1つで切り替えができるっていう感じですね。で、あとここのですね、ロジクルオプションズっていうアプリでですね、このマウス接続してるとここに出ているのと、すでにこの iPad 用のキーボードですね、これはもうすでに接続してるので、この2つが今デバイスとして接続されてますよっていう形ですね。で、ロジクールのこういうマウスとかキーボード、こういう製品はですね、大体のマウスでこのロジクールオプションズっていうアプリとか、あとゲーミングマウスとかゲーミングキーボードだと G-Hub というソフトウェアで設定の管理とかもできたりします。なので、結構ね、いろんなそういうソフトウェアを使って設定をすることができます。というわけで、まずこのマウスの設定っていうのがどんなのができるのかっていうのがこんな感じですね。5つのボタンに割り当てができるっていうので書いてあったんですけど、5つのボタンっていうのがこのここに今出てる分ですね、まあ、このホイールのボタン、ここホイールのボタンを押した時と、ホイールのボタンをですね、横に倒した時ですねっていうのと、あとここの進む戻るボタンですね、ここに割り当てができるのかなと思います。で、ここのところにチェック入れると、左右のボタンのスワップっていう形ですね。左右のボタンのスワップっていうのは、左クリックと右クリックを切り替えれるっていう感じですね。だから左利きの人とかだったら、これを押すと左クリックと右クリックが反対になるっていう感じですね。で、これ中央ボタンとかにこれ割り当てができまして、このキーストロークの割り当て、ここにキーの組み合わせをここに入力したりとか、元々のボタンでいくと中央ボタンっていうのでできますし、ジェスチャーボタンって言っていろんなものを割り当てることができます。このあたりの詳しい詳細は今回は省かしていただきます。なんで、ここに結構割り当てれる内容は多くあると思います。こういうのをうまいこと使ってやると、また仕事もはかどるとは思います。で、戻したいときはデフォルトに戻すっていうのがあるので、ここで戻します。で、ここでポインターの速度とか、スムーズスクロールとか、スクロールホイールの方向とか、このあたりも設定できます。で、その次にですね、フローっていうのがあるんですけど、で、これ今この画面見てもらったら分かるんですけど、パソコン2台これ並んでまして、カーソルを画面の端に移動させて、コンピュータ間をシームレスに切り替え、で、テキスト、画像およびファイルをコンピュータ間で素早くコピー貼り付けができるっていうのがあるんですけど、これどういうことかっていうと、これ2台の違うパソコンでですね、それぞれこの1と2のパソコンをこれを設定しておいて、で、ここの、ロジクルオプションズのアプリでですね、これフローを有効化っていうのでセットアップしていくと、このパソコン間でですね、まあ、デュアルモニターみたいな感じで、こう今マウスこれ見てもらったら分かるんですけど、
コンピューター間で移動できるっていうのがまずあるのと、でさらに1のパソコンで画像ファイルとか、まあ、テキストファイルとか、まあ、何かしらのファイルをですねコピーして、で2のパソコンでそのコピーしたデータを貼り付けるっていうのができるっていうことですね。これはすごくできたらすごく便利だと思うので、一回これも試していきたいなと思います。というわけで今回は分かりやすくこのデスクトップパソコンと別でもう一つノートパソコンあるんで、それをですねつなげて試してみたいと思います。でこの画面でやっていくんですけど、セットアップの方法っていうのをちょっと見ていきたいなと思います。このボタンをクリックします。ロジクールオプションズっていうこのアプリ自体をですねダウンロードとインストールしておくっていう形なんですけど、そのシームレスで移動させるパソコンそれぞれにですねダウンロードしておかないといけないという形みたいですね。で次にマウスをコンピューターにペアリングするっていう形ですね。なんでそれぞれのマウスを移動させたいパソコンをこのマウスにですねペアリングしておかないといけないということですね。で次にですねコンピューターを同じネットワークに接続する、お使いのコンピューターが同じ有線またはワイヤレスのネットワーク上にあることを確認してください。これはもう家で使ってるんであればだいたい同じネットワーク内でつないでると思うので、特別新たに設定しなくてもいいとは思うんですけど、というわけで試していきたいと思います。はい、というわけでですね、こちらの画面今見ていただいていると思うんですけど、フローを有効化にしていきたいと思います。ロジクールフローをセットアップしています。でこのプロセスに最長1分かかりますということで、でロジクールフローはセットアップが完了しました、使用準備ができていますということで、これで完了ですね。続行をします。でこれでここでまあオンオフも切り替えれるんですけど、これをオンにまずします。でコンピューター間で切り替えで、ここでこんな感じで端へ移動したら切り替えっていうのもできますし、コントロールを押しながら端へ移動っていうのも、なんで端で勝手に切り替わらないように制御することもできるっていうことですね。で画面の隅有効、コピー貼り付け有効っていうのでこのあたりもできます。でここに今この2つの画面あるんですけど、どこに行くと切り替わるようにするかっていうのを、ここで変えれます。なんでパソコンの置いてる配置とかによって切り替えた方がやりやすいと思います。で今回はこの今使ってるモニターがこの水色になってるモニターですね。でこれの左に行くとこっちのですねノートパソコンの方に左側からポインターが来るっていう感じですね。これ一回試してみたいと思います。はい、では横行ってみます。はい、こんな感じで横に移動してきました。でこれまた次右に移動してみます。はい、こっちに戻ってきました。次にもう一回ノート PC の方を移動します。で今やってるとレシーバーの方に接続してる方には結構スムーズにこう戻っていくんですけど、こんな感じで、ただ Bluetooth 側の方に持っていくとちょっとタイムラグがあるかなっていう感じですね。まあでもそこまで大きなタイムラグはないですけど、ややちょっと時間差があるっていう感じですね。っていう感じでこっちに戻ってきます。で仮にちょっとなんかファイルをですね移動させてみたいと思います。ちょっとこの右端にですねテキストドキュメントで、こんな感じでテキストドキュメント一回ここに保存するんで、このテキストドキュメント新しいの作ってるんですけど、これ今テストファイル1としましょう。このテキストファイルをですねコピーして、今コピーしました。でコピーしてノート PC の方に貼り付けれるのかっていうのを見たいと思います。はい、これ今から左のノート PC に行きます。はい、今これカメラで撮ってる分なんですけど、これですねこのポインターでここで貼り付け、ここでですね貼り付けしてみたいと思います。はい、テストファイル1っていう形でここに貼り付けできました。でまた元のパソコンにも戻れるので、これシームレスに同じネットワーク内に接続していると違うパソコンでもシームレスにファイルの共有っていうのができるっていう感じですね。でこれいろいろ調べてると、まあこういう軽いファイルだったら全然移動するのはそこまで時間かかんないですけど、結構ですね、動画ファイルとかでめちゃくちゃ重たいファイルとかだとこっちに移動させるのに結構時間かかるみたいなので、そういう重たいファイルは違う方法でですねパソコン間を移動させた方がいいのかもしれないですね。はい、こういう感じでパソコン間をボタンとかも何も押さずにですねポインターをですね画面の端に持っていくと、もう一つ接続しているノートパソコンの方にカーソルを移動できるっていう、これはすごくですね便利な機能だと思います。というわけでですね、
本日はですねロジクールの M590 なんですけども、こちらのご紹介をさせていただきました。まあ、このマウスですね、使ってみて思ったことをいろいろ最後にまとめていきたいなと思います。良かったところですね、すごくいっぱいあるんですけども、まず無線で接続できるっていうのと、レシーバーで接続もできますし、 Bluetooth で無線の接続もできるので、パソコン以外にもですね iPad、タブレットでも接続できるっていうのがすごくいいところですね。あとこの押したボタンの音とかが静音性能が高いので、夜中に仕事するとかっていう時もカチカチ音が鳴りにくいのですごくいいです。でボタンの割り当てとかもできますし、すごくいいなと思うのはマルチデバイス対応で、ここの1と2って書いてあるんですけど、このマウスはですね2つのデバイスとペアリングをしておいて、このボタン1つでですね、切り替えができるということですね。デスクトップパソコンとノートパソコンとかっていうのを1と2で切り替えたり、デスクトップパソコンとタブレットっていうので分けたりもできるんで、それがこのボタン1つでできるっていうのはすごく便利だなと思います。であと最後の方にもいろいろ試してみたんですけど、ロジクルフローっていう機能で一つのパソコンでですねシームレスにですね画面の行き来ができると、このボタンを押さなくてもですねその設定をすれば画面の端まで行くと、もう一つのパソコンの方にカーソルが移動してくれる。でさらにその移動したそのパソコン間でファイルをコピーペーストできるっていう、この機能はすごいなと思います。これだけの機能がこのマウスに入っているので、すごくおすすめできるかなと思います。はい。で逆にですね気になるポイントとしてなんですけど、正直僕使っていて個人的には気になるポイントっていうのはそこまでなかったかなと思います。ただ、一つ強いて言うならば、このマウスホイールですね、ここの部分がややちょっと軽くてですね、普通のマウスと比べてカクカクした感じの感覚がちょっと少なくてですね、すごい軽くて逆に使いにくいって人もいると思います。他のマウスと比べるとやっぱりここの部分がちょっと違うかなっていう感じですね。なんで気になる人はそこが気になるかもしれないかなと思います。総合的に見てもですね、僕はすごくこのマウス買ってよかったなと思います。というわけでですね、僕のチャンネルではですね、このようなガジェット関連の動画を複数上げていますので、もしよければチャンネル登録していただいて、他の動画もチェックしてみてください。あと、よければグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。では、さようなら。